皆さんこんこににちはいいいつもの動画をごご視聴いただきままして誠にありがとうございますインフレに備えるということで我々の国の物価も 4.0%1 年前にと比べて上がっているようなんですが長い目で見ますとね150年間ぐらいで見ると商品市場スーパーサイクルってありまして15年上がって15年下がる30年で一山終わるっていうことが 今まで四回ぐらいあったんですね。でそれが今、五回目が始まっているらしい。と。二千二十年の四月をそこに、おそらく二千三十四五年ぐらいまで、世界全体の、まあ、商品の値段が、価格が上がりやすい時間帯に入ってきてるんじゃないかなと考えられています。私もその通りじゃないかなと思ってますので、やっぱり、ここから十年ぐらいはですね。 えー、まあ日本人としても、まあ、世界全体の方々もですね円安も含めてインフレに備えていかないといけないんじゃないかと本当に思っております。はい、で、えーまあ、インフレで値段が上がるものの代表が金なんですがそれの世界で取引されているドル建ての金価格はまあ2,000年前後ぐらいね 200ドル台ぐらいだったものがドルで45%ぐらい下がりまして1045ドルまでいったものが今2089ドルっていうのが過去最高値になりますのであとまあ1 5 6 0ドルぐらいでしょうかこの矢印の方向へ向かっていると思います。はい でさらに右下に書きましたが、中国人民銀行金の保有量を増やしています。ですが実際はもっといっぱい持っているというふうに考えられています。今世界の金市場から、えー、現物の金が枯渇している、どんどん吸い上げられている、まあそういうのが今の現状です。あと十二三年ぐらいで。 地球上で取れる金はなくなるっていうふうにも言われています。ぜひですね、円安インフレに備えるのに、まあ格好の投資対象がいわゆる現物の金または金貨になるわけですね。はい、で、我々の国で一番手頃に投資できるのが純金上場信託一号四ゼロ番金 ETF なんですが。 今7,584円になってきてましてこことねここつなぐ線とこことここつなぐ線が、まあ、2年間ですがこういうの三角持ち合いって言いますね膠着状態がまさに今突破するかどうかっていう直前にあります。ここ 1, 週間でで上にブレイクするんじゃないでしょうかそれは 円安に伴って上がるんじゃなくて、百二十八九円三十円ぐらいで止まっていながらドル建ての金価格が上がることによってこっち側が上がっていくってことになっていくような感じがしております。まああの ETF とか現物の金とか金貨にぜひあの分散化していただいて実物資産をねお持ちいただきインフレ円安に備えていただけるといいんじゃないでしょうか。 はい、2時間の本編でももっともっといろいろ詳しくお伝えしておりますので一度ご覧になってみてください。引き続きご視聴のほどよろしくお願いいたします。